第3回ラジオをやっていきたいと思います。今回からですね、テーマに合わせたお便りを募集させていただいて、その中からいくつかピックアップして答えていくという感じのラジオになりました。今回のテーマは、恋愛。なんかあんまり話したことないなと思って、ちょっと話してみようという決心はついてないんですけど、恋愛の話を皆さんとしていこうと思って撮り始めました。では早速お便りを読んでいきたいと思います。ラジオネームハチパチさん、夏美ちゃんこんにちは。私は21歳の女子大生です。夏は恋の季節って感じしますよね。夏美ちゃんの恋愛観気になります。ぜひお話聞きたいです。夏美ちゃんは好きな人ができたら自分から告白する派ですか、それとも告白されるのを待つ派ですか。私は自分から告白する派です。今お付き合いしている彼も私から告白しました。放課後2人でダラダラおしゃべりしながら残っている時にさりげなく思いを伝えるという告白でしたが、今思えばめちゃくちゃ青春ですね。私の周りには告白されるのを待つ派の女の子の友達が多いのであんまり共感されません。告白されるのを待ってたらその間に他の女の子とうまくいっちゃうんじゃないかって焦っちゃいませんか。私は相手からの告白を待っている間に不安になって夜眠れなくなったり、ご飯食べられなくなるより自分から好きな気持ちを伝えてスッキリして、ダメだったらその時考えようっていう考えなんです。そもそも夏美ちゃんって告白したことあるのかな、とっても気になります。告白の思い出などもしよければ教えていただけたら嬉しいです。ラジオ楽しみにしています。ありがとうございます。告白青春ですね。とてもそうですね。わあいいな、告白できる方はすごくいいですね。素敵なことだと思います。私はそうだな、それこそ中学生ぐらいまではもう全然何も気にせずに告白っていうか好きって思ったら普通に相手に直接好きアピールをすごいするし、告白もしたことありますけど大人になってからはないですね。全く、はい、ないです。だからあの学生、中学生ぐらいまでのちょっとしたあの好きみたいなのは多分あったんですけど、本当に大人になってからは一回も告白したことがないです。なんでですかね、したいよりはされたいですね。他の女の子に取られちゃうかもしれないっていう不安はあんまりないかも。だってお互いにいい感じだからこっちも告白できるような状況だし、向こうの矢印がこっち向いてるのに向こうにちょっと言い寄ってくる女の子がいるだけでそっち行っちゃうんだったら、もうそれはあんま私のこと好きじゃなかったんだなってっていう、取られても仕方ないなっていう感じかな。だからあんまり誰かに取られちゃうっていう心配があんまり私感じたことないかもしれないですね。告白しなきゃって思ったことが大人になってからはないです。今お付き合いされている方とお幸せに。ラジオネームしまじろう2、この間の方ですね。実はあれから彼氏ができました。その人とは中学の時に半年間だけ付き合っていて、でも中学の頃の付き合いだったから全然何もしてなくて、ほとんど話さず終わってしまって、向こうは振ったことを後悔してくれていたみたいで、中学卒業して高校生になってからずっと片思いしてくれていたみたいです。そんなこんなで大好きな彼氏ができたのですが、私はシャイで愛情表現もあんまり上手じゃありません。でもたまには彼に可愛いと思われるように甘えたいです。夏美ちゃんなりのテクニックを教えてください。甘えるテクニックなんだろうね。なんかいつもよりメイクとかネイルとかヘアアレンジとか服装とか女の子らしくして気づかせてみるとかじゃないですか。わかんない、なんかね、そういうなんて言うんですかね、甘える仕草みたいなのはなんてアドバイスすればいいのかは難しいですね。だから煮卵の YouTube とか参考になるんじゃないでしょうか。はい、ラジオネームアボカドンさん。超非恋愛体質の基本的にドライなタイプで、友達曰くチャンスはあったのに彼氏を作らなかったって言われているのですが、彼氏ができたことがないまま21になりました。いい感じになっても最終的に別に付き合わなくてもよくないか、別に友達でよくないってなっていつも逃げてしまいます。女子校3年間を経たのもあり共学の大学生になったものの、本当に恋愛的な好きを忘れてしまいました。
今また声をかけてきてくれる男の子がいるのですが、人としては普通に好きです。これが恋愛感情なのかは本当にわかりません。彼氏が欲しくないわけではないのですが、普通に好きぐらいの気持ちで付き合ってもいいのか迷ってます。でもこのまま逃げてたら一生彼氏もできないし結婚もできない。周りには遊び感覚でお付き合いしている人もいますが、それができません。夏美ちゃんならどうしますか？いつも元気もらってます。最近夏美ちゃんの真似をして私もご飯赤を作りました。どちらの投稿も YouTube もこれからも応援しています。大好きです。ありがとうございます。なるほど。私もあんまり本当に好きな人じゃないと付き合えないタイプですね。なんか本当に好きな人じゃないと自分の時間も労力も使えないんですよ。だけど多分周りというかいろんな経験は積んだ方がいいって年上の先輩とかには言われるから、それはそうなんだと思うけど、やっぱなんかね、友達でいいやとかなっちゃうのもわかります。でもやっぱね、友達とあこの人と付き合いたいっていう好きの違いは私はなんか感覚でわかるかな。まだ出会えてないだけで本当に付き合いたい人は付き合いたい人で現れると思います。でもあれですよね、なんかこう友達からとか向こうから告白されてなんとなく付き合ったけど結局こっちの方がすっごい好きになってみたいな恋愛もあったりするから、付き合ってみるのもありって思うけど、やっぱり私的にはあんまり自分の時間とか力を無駄にしたくない人なのでって思っちゃいますね。参考になりますかね。そんな感じです。いつもありがとうございます。ラジオネームウニさん。私はネパール人の彼氏がいます。彼とはバイト先で知り合いました。彼はすごく優しくわがまま全部聞いてくれるいい人なのですが、食事の好みが合わないことや生活リズムの違いが私の悩みです。性格すべては好きで付き合うのは本当に楽しいんですけど、結婚となったらちょっと難しいですよね。夏美ちゃんは一緒にいて楽しいだけで結婚できると思いますか？おー素敵。私は一緒にいて楽しいだけで結婚は今はまだ21なので結婚全然考えてないんですけど、結婚ってなるとやっぱりちょっと現実的なことを考えちゃうかなって思います。でも食事の好みとかさ、生活リズムの違いとかもありつつもそれを超える好きがあるっていうことはすごい素敵だと思います。本当にこれからも幸せに。ラジオネームがない方がいます。何人か今付き合って半年の彼氏がいて、私が夏休みに帰省するため1ヶ月の遠距離中です。相手がすごく寂しがり屋ですぐ病んじゃうので行き先は不安だけど、毎日大好きな人が私のことを考えてくれて幸せです。うわ幸せですね。それは昔遠距離してたことがあって、その頃はよく電話とかテレビ電話とかしてましたね。遠距離ね、ちょっと辛いですよね。でもなんか幸せそうで何よりです。こんにちは。こんにちは。いつも YouTube を見て癒されている夏美ちゃんファンです。夏美ちゃんはこの人のこと好きだなって気がつく時ってどんな時ですか？これからも応援させていただきます。読んでくれてありがとうございました。こちらこそ送ってくださってありがとうございます。この人のこと好きだなって気がつく時は何ですかね。やっぱ結構私前までは好きなタイプとか考えた時にこういう人がいいなとか顔のタイプとかも結構いろいろあったんですけど、最近めちゃめちゃ直感だなって思って、あとはやっぱり王道ですけど、この人に彼女できたら嫌だなって思ったら好きなんだなって思いますね。ラジオネームなつみちゃんのとりこちゃん。夏美ちゃんこんばんは。夏美ちゃんの恋愛観気になっていたので嬉しいです。早速ですが、よくある男女の割り勘ありかなしか問題について夏美ちゃんの意見を聞かせてください。恋愛とは少し違うかもしれないですが、彼氏彼女恋愛対象の女性、年下年上友達などいろんなパターンで知りたいです。ラジオ楽しみにしています。割り勘問題はよく議題に上がりますよね、こういう話してる時。私は、彼氏とかだったらどうだろう、その時々に合わせて私も全然払いたいし、払ってほしい時もなくはないですけど、毎回払ってほしいとかは全然ないかな。付き合う前の男性だったらどうだろう、
なんか払えるお店に連れてってほしい、無理をしないでみたいな。だからなんて言うんだろう、相手に合わせて注文するようにしますね。相手より多く頼んだら、多分さ、付き合う前の男性って大体払ってくれるじゃないですか。でも払ってもらう気で来てるわけじゃないけど、大体払ってくれちゃうから、それを見越してというか、それをちょっと想像してるのに、こっちがさ、めっちゃ多く食べたり飲んだりするのはちょっと気が引けるので、相手が食べ物を頼んだ分こっちも頼んで、相手が飲み物をおかわりしたらこっちもおかわりしてみたいな感じで過ごすようにして、払ってくれたら私的にはベストかなって思いますね。全然割り勘でもいいんですけどね。年上年下友達どうなんでしょうかね。みんなの意見も知りたいですね。夏美ちゃんこんばんは。恋愛についてということで送ります。今私は大学2年生で、最近バイトの後輩の男の子が気になっていますけど、年下の男の子を好きになるのが初めてで、アプローチの仕方が分かりません。夏美ちゃんはどうやって男の子にアプローチをしていますか？よかったら聞きたいです。なるほど、年下の男の子か、いいですね。私はアプローチ、なんだろう、あんまり積極的にアプローチできないタイプなので、大したアドバイスができないんですけど、なんですかね、もともと人をあんまり誘ったり連絡をまめに返したりするタイプじゃない人なので、私的にはもう連絡をまめに返す、こうご飯をこう今何してる、ご飯食べようってっていう感じとかじゃなくて、明日空いてるとか、そういう感じでご飯誘ったりする時点で、自分的にはアプローチのつもりなんですけど、あんま気づかれないパターンなんですけどね。あんまグイグイいかないのでね。どうなんですかね、年下の男の子だと2パターンありますからね。大人な感じの女性が好きな男の子と、年上の女性のこともちょっと引っ張っていきたいタイプの男の子と、年下の男の子をちょっと可愛がりたいかとか、年下の面倒をちょっと見たいタイプかとかにもいろいろよりますけどね。どうなんでしょうかね、アプローチの仕方はいろいろあると思いますが、私みたいに結構消極的な方はもう連絡取ったりご飯誘ったりするだけでも十分だと思います。そんな感じですかね。今回はこんな感じでピックアップしてみたんですけど、いかがだったでしょうか。次回のラジオのお題を今日から1週間こちらの YouTube のコメント欄とか、私の満腹赤でも本赤でも、なんか最近気になってることとか、最近の世間の気になる話題とか、なんかいいお題があったら教えてくれたら嬉しいです。なんかテーマになりそうなことあったらじゃんじゃん送ってください。待ってます。ラジオのお便りの募集は満腹赤のストーリーで第1、第3月曜日かな、募集しているので、よかったら満腹アカウントのストーリーをぜひチェックしていてください。たくさんのお便りありがとうございました。ではいい夜をお過ごしください。今週もお疲れ様でした。来週も頑張りましょう。ではバイバーイ。